Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, nous allons finir les quêtes pour réunir les trésors des Pixies pour accéder à leur primordial et en apprendre toujours un peu plus sur l'histoire des différentes tribus qui apparaissent au fur et à mesure des épisodes. Sur ce, je vais vous laisser profiter de cette vidéo, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regarderez, et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.
ちょっと怖かったですね。だけど、無事に住んでよかったです。 私は戦う必要がなくなってから減された。むしろ勝手に罪喰いと戦わないように、ユルモアにしまわれたんだ。だからサンクレットに連れ出してもらうまで戦い方も生き方も何、もしあなたの召喚が失敗に終わったら大罪喰いと戦うのは同じ加護を持つ私になる。サンクレットはそう言って、 あの人はきっとその可能性があったから私に付き合っているだけで、本当は今の私を見るのも嫌だって。私は本当のミンフィリアじゃない。あの人が家族みたいに大事に思ってるのは私じゃないんです。 2人でハイとナバスアレンに行きました。光の巫女が現れて、光の反乱を止めたという場所へ。そこが近づくと、私自分が自分じゃないみたいに感じて怖くて、見るのも聞くのも嫌で、多分意識を失ったんだと思います。その後 何があったのかは分かりません。ただ忘れかけの夢みたいにぼんやりと本物とサンクレットが話していた気がして、サンクレットは真相を教えてくれなかったけれど、それから時々一緒にいると辛そうな顔をするんです。 それに気づいても、私には何もできない。助けてくれた人をずっと傷つけているだけ。だから私、本物のミンフィリアに変われたらと思うんです。それで私の中にある私なのに、こうして一緒にいさせてもらっても、 どうして会わなきゃと思ったのかは、何かを伝えたい。誰かに会わせたい。そんな気がするんですが。 閉じ込めるの？退屈、つまらない、するい。ねえ、遊びましょう。 あのお城から。私が回収した分の依頼の品です。あなたはそれを盲族のところへ。私サンクレットたちに報告をしてきます。
間違いない。ありがとう。本当にこれは大事な友達からもらった。彼は旅人でね、私に乗って世界中を駆けたものさ。それでも彼との冒険はとて、彼は旅の途中で見つけた綺麗なメダルを首飾りにして、嬉しかった。言葉で伝えられなかったけれど、彼はアルバートというんだ。
もう遠い昔に去った一番の友達さ。その名はつまり。ああそうだね、光の反乱を引き起こした人だとみんなが言っていた。でも反乱の直後は彼らを擁護する声もたくさんあったんだ。だけどそれも時とともに減って、彼らを滞在人として語ることが当たり前になった。私はそれが耐え難くて、妖精とともに人のいないこの地で暮らすことにしたんだ。彼はお人よしだから、いろんなことに巻き込まれて、それでも誰かが困って泣いていたら迷う。それがどうしてこんなことになってしまったのか。私はただ世界を救おうとする優しい人に幸せであってほしかったのに。ありがとう。君もとても優しい人だね。私たちアマロが最初に作られた時、古の魔法使いは私たちが主を見分けられるように魂を感じ取れる力を持た。もうとっくに薄れた力だけれど、私は先祖返りだからかな。君の魂が、その色が淡くだけれど見えているんだ。よく似ている。そっくりなんだ、アルバートの魂に。もちろん君は君だ。どんな魂を持って生まれるかではなく、選び歩いてきた道こそ。それでも私は何か運命を感じてしまうよ。だからこそ君の勝利を信じて水晶の靴を託そう。お前リダランの、そっちに何か動きがあったのか。私たち双子と一緒に嫌な感じの人たちがイルメグに入れないよう邪魔をしていたの。最初は人がわーって逃げるものだからとっても楽しかったんだけど、相手の中にいる怖いおじいさん、あの人だけほとんど惑わされてくれないんだよ。おかげでもうかなり近くまで来られちゃって。ランジート将軍か、そのまま侵入されたら厄介だぞ。俺たちの行動をきっと嗅ぎつけてくる。ええ、大罪悔い討伐の前に追いつかれた場合、目的の達成は、ここは二手に分かれるといたしましょう。加護を受けし、あなたはこのまま大罪悔いの討伐へ、私たちはアルフィノ様と合流しユールモア軍を押しとどめたいと思います。そのまま追い返せればよし、そうでなくともあなたの勝利によってイルメグでの目的は達成される。
あとは逃げるが勝ちか。尺だが、今はその方が良さそうだな。私には光の加護があるはずです。大罪喰いの討伐に連れて行ってください。お前の力量じゃそいつの邪魔になるだけだ。行くぞ。ごめんなさい。